まあ、初めて参加させてもらいます。まあ、こういったね、素晴らしいシチュエーションの中で、演舞できること本当に嬉しく思います。今日短い時間ですけども、精一杯演舞してまいります。はい、それでですね、あと一つ宣伝させてください。11月の2日3日にですよ、そこい東海道沼津祭りが行われます。またそこにでもですね、遊びに来てくれたらなと思っておりますので、合わせてお願いいたします。はい、じゃあそれでは皆さん楽しく演舞してまいります。皆さんご清聴どうぞよろしくお願いします。それではまいります。駿河リゾート2024ミュージックスタート。続きを100年先の朝の続きへ、100年前の朝の続きを100年先の朝の続きへ。